どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アラスカ航空のマイル購入最大 60% 増量キャンペーンが来ておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、アラスカ航空のマイルがですね、昨年変更されるっていうね、公式発表があったんですけども、実際はですね、日本路線に関してはほとんどね、影響もなく、今もね、利用することができるね、このアラスカ航空なんですけども、JAL のね、ビジネスクラスとかがね、非常にお得にね、乗れるっていうね、マイレージサービスになっておりますので、私もね、2022年12月の末にですね、東京ニューヨークのね、JAL のファーストクラス7万マイルプラス80ドルぐらいでね、利用させていただいたわけなんですけども、こういった感じでね、JAL の航空券にね、交換して利用していただくのね、かなりおすすめっていう風になっておりますんで、またね、他のおすすめルートなんかもね、一緒に解説やっていきたいなと思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、キャンペーンの詳細いきたいと思います。期間がですね、2023年の2月の21日16時59分までっていう風になります。これね、日本時間に直しておりますけども、基本的にね、ギリギリに購入されるっていうのはね、お勧めしておりませんので、まあ1日前ぐらいにはね、購入完了しといていただければなと思います。で、アラスカ航空のね、購入上限っていうのは年間合計15万マイルまでっていう風になります。で、マイル加算がですね、購入後72時間以内っていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、前回か前々回だったと思うんですけども、アカウントをね、作成してすぐの方はね、私の視聴者の方で購入できなかったっていう方もね、いらっしゃったみたいなので、まあそういうことはね、規約には私が確認した感じはね、書いてなかったんですけども、まあひとまずですね、これから購入するしないにね、関わらずですね、アラスカ航空のアカウント、アメリカン航空とかもね、そうなんですけども、このマイルを購入するのはですね、アカウント作成してからね、しばらく経たないとできなかったりするね、こともありますので、まあ、ひとまずね、アカウントだけでもね、先に作っておくのがね、いいのかなと思います。それでは次にですね、今回のマイル購入キャンペーンの1マイルの単価ね、見ていきたいなと思うんですけども、私の方でね、表を作らせていただきました。アラスカ航空のマイルね、今回のキャンペーンに関しては、40% から 60% っていった形になりまして、人によってね、このパーセンテージが違うっていった形になります。最大 60% なんですけども、私はね、残念ながら 40% っていう風になりました。で、今回のキャンペーンは3000マイルから9000マイル購入していただくと 40%、1万マイルから1万9000マイルの間は 50%、2万マイル以上購入していただくとね、60% 増量っていった形になりますので、ひとまずですね、今回のキャンペーンね、人によって増量分が違うのと、このね、区切りもですね、どうやらね、人によって違う部分もありますので、もしね、購入される方は、増量分がね、ちゃんと合ってるかどうか、希望の増量分になっているかどうかね、確実にね、チェックしていただければなと思います。これね、ちょっとミスるとね、もったいない部分もありますんで、確実にね、チェックしてください。で、今回ね、この表を作らせていただいたんですけども、1ドルね、128.45 円で、計算させていただいておりまして、4万5000マイルのところね、見ていただければなと思うんですけども、今回4万5000マイル購入していただくと、60% ボーナスで、7万2000マイル。これの費用が1237ドル。で、これね、数字を入れるとね、税金がね、タックスっていうのが入りまして、これがね、92.8 ドルっていう風になりますんで、合計金額は 1329.8 ドルっていった形になります。で、これにですね、外貨決済手数料、今回のね、キャンペーンは、アラスカ航空のマイルということで、基本的にね、外貨決済手数料ね、かかってくると思いますので、まあ、大体 2% ぐらいね、上乗せさせていただいております。これを考慮すると、1356ドルっていう風になりますんで、これがね、日本円で17万4178円っていった形になります。ですので、1マイルの単価は 2.4 円っていう感じになりますかね。で、これ4万5000マイルで、ちょっとお話しさせていただいたのは、まあ、7万マイルあるとですね、東京北米路線の、JAL のファーストクラス、これがね、乗れるっていった形になるんですよね。これがだいたい17万5000円で、まあ、利用することができる。まあ、発券するときにね、初期用で、プラス1万円ぐらいね、かかりますので、まあ、だいたい18万円ぐらいで、東京欧米路線の片道のファーストクラスがね、乗ることができるっていった形になるんですよね。まあ知ってる方もね、多いと思うんですけども、東京から北米路線のね、ファーストクラスはだいたい150万から200万円超えになると思いますので、まあこういった感じでね、利用していただくのもね、
いいのではないのかなと思います。で、今回のキャンペーンね、 60% で表を作成させていただいたんですけども、1マイルの単価っていうのはだいたい 40% 増量の方で 2.7 円、 50% の人で 2.5 円、 60% の人で 2.4 円っていった形になります。1マイルの単価はね、だいたい2円ぐらいって言われてるんですけども、まあ最近航空券もね、高いですし、まあフラッグキャリアのね、エコノミークラスでもね、まあ 2.4 円はね、だいたい超えてくるんじゃないかななんていうふうに思いますし、またね、ビジネスファーストとかね、まあここら辺利用するのであればですね、めちゃめちゃお得っていった形になります。で、こちらのね、外貨決済手数料ね、入れさせていただきましたけども、まあこれを避けたいっていう方はですね、ちょっと私のね、カードはね、息子にシール貼られちゃってるんですけども、このレボリュートですね、レボリュートにチャージして、購入していただくとですね、外貨決済手数料がね、ほぼかからないっていう風になりますんで、このね、外貨決済手数料はね、まあ避けることができるっていった形になりますんで、発行されてない方はですね、こちらね、スタンダードカードであれば無料で発行することができますので、結構おすすめっていった形になります。それでは次ですね、今回ね、アラスカ航空のバイマイルキャンペーンということで、アラスカマイルのですね、基本スペックね、私の方でまとめさせていただきました。発券自体はですね、片道発券もできますし、誰にでもね、発券することができますので、家族以外の方をですね、誘って旅行に行くみたいな方も利用することができます。で、マイルの有効期限は基本3年っていう風になっておりまして、利用加算があればね、延長っていう風になっておりますので、もしね、有効期限が迫ったみたいな感じになったら、まあ、マリオットポイントがちょっとね、交換していただければ、また3年間ね、延長されます。で、オンライン発券なんですけども、昨年まではですね、キャセイとかラタム航空とかね、オンライン発券することができなかったんですけども、2023年現在はオンライン発券ね、することができますので、まあ、基本的にね、オンライン発券が可能です。で、発券手数料がアラスカ航空以外だとですね、片道 12.5 ドルがね、徴収されるっていう風になっておりまして、変更キャンセルは基本的に無料っていった形になります。この変更キャンセルに関してはですね、今現在は無料なんですけども、ちょっとね、これがコロナ対応で始まったんですけども、どのぐらい続くのかっていうのはちょっとわかりませんので、この点はね、注意してください。で、またですね、この発券手数料 12.5 ドルっていうのはですね、こちらね、キャンセルしてしまうと、徴収されるっていう風になりますんで、これだけね返ってきませんので、この点は注意してください。で、燃油サーチャージなんですけども、アラスカ航空はですね、基本的に燃油サーチャージがねかからないんですよね。この乗っているブリティッシュアウェイズ、海南航空、アイスランド航空、ここだけ燃油サーチャージがねかかるんですけども、それ以外の航空会社はね、基本的に燃油サーチャージがかからないっていった形になります。これがね、非常に大きなメリットっていった形になります。で、発見できるね航空会社が、まあ、こういった形になっておりまして、非常にたくさんありますよね。この中にね、 JAL の日本航空とかも入っておりますし、シンガポール航空とかね、マレーシア航空、アメリカン航空とかね、まあ、かなりねたくさんの航空会社がね入っているわけなんですけども、まあ、ブリティッシュアウェイズと海南、アイスランド航空以外は燃油サーチャージはねかからないっていった形になります。それでは次にですね、アラスカ航空のマイルを使ったおすすめルートね、ちょっと一覧でね、作らせていただきました。正直ね、お得路線っていうのは非常にたくさんあるんですよね。ですので、こちらはね、一部っていう風になっておりますんで、まあまたね、需要とかがあればですね、おすすめルートのね、まとめ動画とかも作ろうかななんていう風に思ってるんですけども、まあざっとね、こんな感じになります。まあこれはね、JAL と、キャセイでね、ちょっと作らせていただきましたけども、非常にね、たくさんありまして、まず東京、アジア間最長デリーまでですね、 JAL のエコノミークラスが 15,000 マイルで片道発券することができます。ビジネスクラスは 25,000 マイルっていう風になりますので、まあ、5万マイルあればですね、東京からアジア間に関しては往復でね、ビジネスクラスが利用することができます。で、東京北米路線ですね、 JAL エコノミークラス 35,000 マイル、ビジネスクラス6万、ファースト7万で利用することができて、アジア東京北米っていうのはですね、利用することができて、ビジネスクラスは6万5千、ファーストクラスは7万5千マイルで利用することができます。これね、アジア東京北米って使った場合はですね、途中航期っていうのはねできないんですけども、こちらね、北米東京アジアっていう利用の仕方をすると、これね、途中航期ができたりするんですよね。まあ、
すごい昔はね、これ非常にお得で、有名だったんですけども、必要マイル数もね、もうちょっと少なかったんですよね。ですけども、残念ながらですね、こちらは塞がれてしまって、北米、東京、アジアみたいな感じだと、今もね、利用することができます。で、この途中航期に関しても結構利用できますので、これはね、本当にお得ですよね。またね、キャセイパシフィックだと、東京、香港路線ですね、エコノミークラス12,500マイル、ビジネスクラス22,500マイル、北米、アジア間ですね、ビジネスクラス50,000、ファースト70,000。このファーストね、今東京、このね、今北米路線っていうのはファーストクラスね、運行されておりませんので、まあ、これが復活したらっていう感じですけども、まあ、ファーストクラスもね、70,000マイルで利用することができます。またね、北米、アフリカ、インド、南アジア、中東とかもですね、ビジネス62,500マイル、ファースト70,000、北米、オーストラリア、ニュージーランド、ビジネスクラス60,000マイル、ファースト80,000マイルなのね、本当にね、このアラスカ航空っていうのは、いろんなルートがね、利用することができて、またね、必要マイル数もね、かなり抑えられておりますし、またね、燃油サーチャージがね、やはりかからないっていう風になりますんで、東京から北米のファーストクラス乗ってもね、80ドルとか60ドルとかね、そのぐらいの諸費用で済むんですよね。前回は私は68ドルだったから、そのぐらいで利用できたので、本当に必要マイル数とプラス1万円ぐらいでね、ファーストクラスが乗れたりしますんで、本当に非常にお得ですよね。ですので、これからね、海外がね、かなり自由に行けるようになって、まあ、久しぶりにね、奮発した旅行をしたいっていう方で、まあ、マイル購入してね、行かれるっていうのもですね、全然いいのではないのかなと思います。ということで、今回ですね、アラスカ航空のマイル購入最大 60% 増量キャンペーンということで解説させていただきましたけども、いやー、本当にね、アラスカ航空ね、最大 60%、多分今までで一番多かったのは 60%。70が2020年にあったみたいな話もちょっと聞いたことがあるんで、まあ最近はね、60% ってないと思いますので、まあ購入されてもね、全然いいのではないのかなと思います。またね、購入する際はですね、アメリカのね、ポイントサイトトップキャッシュバックね、これにやり方ね、載せておきますので、ぜひね、こちらも経由するだけで 2.5% 還元ぐらいね、戻ってくるっていう風になりますんで、マイル購入っていうのはね、基本的に結構ね、値段がいたしますので、ぜひね、取りこぼさないようにしてください。で、このね、もらったキャッシュバックは、ペイパルってありますよね。ペイパルで、ペイパル経由でね、日本の銀行口座とかにもね、振り込むことができるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいてください。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。